フランス、モゼル県、フレマンで発掘されたエポナの像、エポナは、ケルト神話、ローマ神話における、馬、ロバラバなどの女神。ユーエナディスやアプレイウス、テルトゥリアヌス、ミヌキウス・フェリクスが、エポナ信仰に言及している。その名前は、馬科の動物を指すケルト語エプから派生している。馬の守護神であり、図書では横に乗った乗馬姿か馬の間で玉座に、 座った女性の姿で表される。図書には、コルネコピアや果物の籠を持った姿や小馬を従いた姿も表されるため、豊かさや多産といった、工場の女神の側面も指摘される。エポナは、馬や騎手、馬帝のみならず旅人や、死後の世界の旅の守護者でもあり、死後の世界との関係も指摘される。エポナは、ケルトにおける馬や、 騎兵の社会的一致から厚く信仰され、ガリアだけでなく、イベリア半島や、グレートブリテン島、イタリア半島北部、ドナウ川流域などでも、その信仰は見られた。そもそもは、馬の姿であったものがガリアへの古代ローマの影響の、元で人の姿をした女神として信仰されるようになったと言われる。女神エポナは、ローマ軍の補助軍の騎兵たちの間でも信仰され、 12月18日の祭礼の日は、ケルト由来の神では唯一ローマ歴に取り入れられた。図書は、現在のフランス東部で多く発見され、この辺りが信仰の中心であったと考えられている。ガイウス・ユリウス・カイサルのガリア遠征において、ウェルキンゲトリクスとの決戦の舞台となったアレシアも、こうした宗教的中心地であった。エポナの影響は、 マビノギオンのリアンノンの中にも見ることができる。小惑星エポナはエポナにちなんで命名された。ありがとうございます。